ランディ・ウェストンはアメリカ合衆国のジャズピアニスト、作曲家である。ウェストンは1940年代の後半にブルームース・ジャクソン、フランク・カリー、そしてエディビンソンのリズムブルースバンドでキャリアをスタートさせた。1949年にはアートブレイキーと1953年にはケニード・ハムと1954年にはセシル・ペインと一緒に仕事をした。 1954年から55年にかけてレコード、会社、リバーサイドに雇われた後、彼は自分のジャズコンボを結成し、最初のアルバムをドーンレコードのレーベルで出したほか、レッスンも行った。アフリカ文化に興味を広げ、1958年にはニューポートジャズフェスティバルに参加、1961年と1963年に、 ナイジェリアを1967年には西アフリカと北アフリカを訪問した。1968年にモロッコへ移り住み、1972年から73年にかけてチャールズ・ミンガスの公園に客演するため、米国に行った他はヨーロッパで暮らした。1980年代半ばから彼は再びモロッコに移り、 1990年代の初めに、米国へ帰ってきた。ハイフライや、リートル、ナイルズなどウェストンが作曲した曲のいくつかは、早くも1950年代のスタンダードになった。彼は、アフリカ系アメリカ人音楽家の中で、アフリカの打楽器だけでなく、彼のレコード、ウフルアフリカに見られるように、アフリカのスワヒリ語の銀唱を取り入れ、また、ハイライフのように、 アフリカのポップミュージックを作品に取り入れた最初の一人である。あとのアルバム、The Spirit of Our Ancestors には、モロッコのグナワ人との交友を反映した音楽が入っている。ウェストンは30年以上にわたり、編曲者、メルバリストンと一緒に仕事をした。彼の息子である、打楽器奏者アゼディン・ウェストンは、彼の作品のいくつかに貢献している。2001年に彼は、 米国芸術基金から NEA ジャズマスターズ賞を受賞し、2014年にはドリス・デューク事前財団からドリス・デューク芸術歌唱として27万5000ドルを受賞した。2016年以降、膨大な原稿、楽譜、録音、写真、そして広範な書簡を含むランディウェストンのアーカイブが、米国のハーバード大学図書館に所蔵されている。 ウェストンは2018年9月1日朝、ブルックリンの自宅で92歳の生涯を閉じた。ウェストンは1978年5月に初来日したが、観光のみで演奏の機会はなかった。1993年に、スイングジャーナル市の招待で再来日、森岡のクラブ、ノンクトンクで公開初演奏した。その後2001年、2005年、2008年、 2012年の4回、来日し、京都の上鴨神社放電で演奏した。2001年には、静岡県八重洲の浄土寺で、2005年には、東京の神田明神でも演奏している。ランディ・ウェストンの表記もある。ナクルーフ、ニューヨークタイムズ1、セプテンバー2018-2014ドリス、デュークアーティストアワーズ2020年8月17日、閲覧。 ズーントートフォンランディ・ウェストン、アフリカス・ボチャ・ー・フター・イン・アメリカ・フランクフルター、アルゲマイネ・ツァイトゥングシ2018年9月4日、2020年8月17日、閲覧。ランディ・ウェストン・コレクション・ハーバード大学2020年8月23日、閲覧。ネイト・チネン、ピアニスト・ランディ・ウェストン、アン・エロクエント・スポークスマン・フォー・ジャズ・エス・ボンド・ウィズ、アフリカン・カルチャー、d s r アット92、 コブも、セプテンバーに、2016-2020年8月23日、閲覧。さようなら、ランディ・ユー・マサヒコ2020年8月23日、閲覧。ランディ・ウェストンツイト細川修平2020年8月23日、閲覧。ありがとうございます。